こんにちは。今回は人割合の文章題の問題です。はじめに問題の内容を確認しておきましょう。ある町の1年間の人口増加の割合は 40% であったと。男女比は25対26から10対11に変わっています。この時、女子の人口増加の割合はいくつですか？正しい答えは四捨五入して整数で求めてください。こういう問題になっています。それでは今から問題を流しますので、問題を解く人はその時点で動画を止めて考えてみてください。では解いていきます。まず書いてあることですね。これ条件まとめていかないといけないです。こういうふうに男女比が25対26、それが10対14に変わったし、合計についてですね、これ人口増加っていうのは男女の合計ですね。これについても変わった。こういうふうなのは表でまとめておく方がわかりやすいですね。男女比が25対26。これが10対11になります。これ1年間で変わった。じゃあ、ここの25と26足したもの、合計は51ですね。ここは10足す11で21です。これ51から21に減ったんじゃないですね。これあくまで比ですから、それぞれの位置が表す値っていうのは違います。ここの合計からここの合計ですね。人口増加の割合は 40% である。これ増えた割合ですから、もともと100としたら、ここから 40% 増えて140ですね。要は 1.4 倍になってるわけです。これが100対140。簡単にして5対7ですよね。これ5対7に両方とも合うように無理やり比合わせしてもらってもいいですし、ここからここまでですね、1.4 倍になっています。これ使って考えてもらってもいいですね。これどちらにしよう。答え、綺麗な答えでは出そうにないですよね。だって四捨五入して整数で求めなさいって書いてあるわけですから、どうせ割り切れないです。綺麗な数で計算していこうと思っても、最後にややこしい計算、これが出てくるはずだから、こういうふうな数ですね。もう無理やり比合わせしなくても、単純に 1.4 倍になるようにしましょう。じゃあ、51を 1.4 倍した数、どういう数かっていうと、51×1.4、71.4 ですね。じゃあ、これが 71.4 になってます。これを10対11に分けると、いくらになるかっていうと、71.4×21/10。これは7で割り切れますから、そんなしんどい計算になりそうになるね。さらに 10.2 を3で割って 3.4 です。3.4×10 で34です。じゃあ34、71.4 から引いて 37.4。ここまで計算してあげると、この位置とここの位置ですね。ここで表すそれぞれの大きさっていうのは、ここがちょうど 1.4 倍になるように合わせたんで、同じ大きさ、こういうふうに表すことができますね。じゃあ、女子、どんだけ増えたかっていうと、26から 37.4、11.4 増えてるわけですね。この 11.4 が26に対して、どれだけの割合か、どれだけの割合かっていうのは何倍かっていうのを考えてあげたらいいです。11.4÷26 ですね。これ計算してくれたらいいです。ちょっとだけでも計算簡単になるように2で割っておきましょうか。5.7÷13。これしていきましょう。5.7÷13 します。もちろん、5の長い13ないですね。5.7÷13 で、ここが4、52、50、3、39、110で8ですね。小数点以下を四捨五入して整数で求めよって書いてあります。で、これ人口増加の割合、ここでパーセントで書いてあったわけですから、ここですね。これもパーセントで答えましょう。ということは、これ100倍した数ですね。43.8 四捨五入して 44%。こういうふうに答えてくれたら大丈夫ですね。はい、今回は以上です。よろしければコメント、高評価お願いします。